皆さん、おはようございます。絶望神オタクでございます。私は趣味でカードゲームをたしなむお気持ち表明オタク予備軍のおじさんです。本日は何かと世間を賑わすポケモンカードゲームの公式大会シティリーグに参加するため貴重な休日を献上し、朝7時から高速バスに乗っております。眠いです。本日私が向かうのは、茨城県神栖市。茨城の端っこに位置する大都会。この時間帯は、鉄道を利用すると何回か乗り換えを挟むため、都内から約2時間半の長旅となりますが、先日たまたま同じ会場で大会に出たという後輩くんより、東京駅から会場近くまでの直結バスが存在するとの情報を入手。これなら乗り換えなし、1時間半で会場付近までたどり着けるってわけ。持つべきものは一家に一台。後輩くん。ああ、懐かしい。車での大移動など何年ぶりだろう。新卒入社後約2ヶ月で辞めた会社の先輩についていき、日々おもんない仕事をしていた時期を思い出す。会社を辞めた後は当時ハマっていたソシャゲで知り合ったシャッチョに拾われ、現在は実質二足のわらじ状態で日々エキサイティングに暮らしております。上振れってやつです。中高と一生懸命勉強し、都内の国公立を首席で卒業するほど頑張って学んだことも、今の生活には何一つ生かされておりません。卒業のタイミングで表彰の連絡等もありましたが、大学生活に馴染めず卒業式には行っておりません。後日謎の部屋で一人少々もらう虚しさは今でも覚えています。私の大学4年間とは一体何だったのか。移動中の教材としてネトフリからダウンロードしてきたボッチザロックを履修します。山田涼ちゃんのようなマイペースな生き方いいですね。私服もかっこいい。高速降り目的地までも残りわずか。辺り一面には時代の最先端を行く景色が広がっております。欲望と喧騒にまみれたコンクリートジャングルなんてもうごめんだ。会場最寄りのホテルに着きました。次の日ポケカの公式配信が控えているため泊まる予定はありません。会場までタクシーで向かう予定でしたが、意外と時間に余裕があるため徒歩で向かうことにし、ミスった。途中で気づいたけどこれ30分はかかるわ。時間結構ギリギリでも走らない。廊下を慌てて走る男はモテないって学んだから。せっかくなので景色を楽しみつつ向かいます。髪型について最近よく中学生みたいと言われますが、現在目指している髪型に向けて育成途中なためお許し願いたい。大都会の象徴中宇を発見。おそらく近隣住民の食生活は全てこの中宇が支えているはず。赤からに加えてダイソーもスタバもありました。ここが周辺文化の爆心地と見て
間違いないでしょう。会場が見えてきました。ギリゼロ回線は突破できそうです。では行ってまいります。大会が終了しました。結果は決勝トーナメントに残るも一没。最近困難ばっかで実力不足をかみしめるとともになえます。最後は山札残り15枚の中にキルリアとレベルボールが全て埋まっており、約5ターンの間ラルトスが進化することなく負けました。なんやこのクソゲー。嘆いても仕方がない。次のチャンスを待つとしましょう。ホテルまで戻りたいが、近くにタクシーがなく、アプリでも呼べません。もう拙者、歩きたくないでござる。気合で近くのタクシー会社に電話して、派遣してもらえることになりました。せっかくなので、ホテルに併設されている天然温泉に来たちゃん。旅の疲れと敗北の涙を壺湯で流した後はファンタで乾杯。酒は一人の時は飲みません。誰もいない食事処で食べる唐揚げ定食。優勝。優勝したかったな。バス停で絡んできたおばあちゃんに「ボッチ・ザ・ロック」をおすすめした後、無事帰りの高速バスに乗車。本日使用したデッキはサーナイト EX。デッキリストはこちら。増えると予想したロスバレに対し、クレッフィーとブリムオンでロックをかけながら戦うのが目標です。キルリア、お前最終戦の時どこ行ってたん？本日もここまでご視聴いただきましてありがとうございました。動画スタイルは最近よく見る配信者の方を参考にさせていただきました。ありがとうございます。そしてごめんなさい。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。